いしょ。お疲れ様でした。キーピーありがとう。ただいま。ダイエット中だから今日はもう食べない。ダイエット中なんで今日は食べません。あ、怒りに震えるポメラニアンありがとう。53キロぐらいじゃない。ハイボール蜂蜜割り。ただいま。身長163センチだよ。楽しかったですか、浅草キャリマユ散歩。浅草キャリマユ散歩どうでしたか。毎回キャリーちゃんとのコラボ楽しくないね。毎回楽しくね、占い見逃した？当たりすぎてたっぽいよ。当たりすぎてたっぽい。ちょっと待ってね。チッ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 。見てなかった。カシンくんとはどうなるって。なんかキャリーちゃんが振り回さ、誹謗中傷気をつけてください。え、なになになに。え、特に何も言ってない。なんかね、いや、あの、カシキャリーと私見てもらったけど、どっちかというと、なんか私たちの方が良さそうな感じを見受けられた。結構ズバッと言う占い師だった。結構、わかんない。どう思ったみんな。どう思った？なんかさ、自分だとよくわかんないよ、自分のことって。いや、でも私、結婚に焦ってるって言われたから別に焦ってないし、当たってんのかな本当に。焦ってるつもりないもんだって。当たってんの本当に。焦ってるように、違う、焦ってるように見えるんじゃなくて、それは30、あなたたちが勝手に32の独り身の、あの、婚約歴ないから焦ってるんだろうなって思ってるんじゃないの、それは。熟練やめてもらって。私焦ってないよ別に。いや、みんなコメントでも言われて、先生にも言われたから、そうなのかなって。楽しかったよ今日は。いろんな食べ歩きして、占いもして、満足です。順風満帆。多分印象そうね。ごめん、キャリカシどんな感じだったか誰かコメントで言ってくんない。どんな感じだったっけ。なんかキャリーちゃんがカシンくんに振り回されてるみたいな。で、それキャリーちゃんも当たってるって言ってた。あと、すごいです。キャリーちゃんが、私痩せれますかねっていう先生に言ったら、え、別に痩せる気ないでしょって。で、キャリーちゃん、ふふふとか言って。とか、私お金持ちになれますかねって言ったら、別にお金にもそんなにお金持ちになりたいってまで気持ちないですよねって言ったら、ふふふって言ってた。あ、なつなちゃん。結構ズバッと言う先生だったよ。痩せる気ないでしょ。まあね、めちゃうまい。なっちゃんちゃん元気？また東京来たら教えて。遊びたいな、つなちゃん。つなちゃんの聞かせて。え、だから、なんか、あ、結構なんか言われたけど、なんか私の相手が子供っぽくて、5歳児でって言ってた。ブラックフライデーで12月めっちゃ安くて行きたかった。あ、飛行機が？あ、そうなんだ。今飛行機安いんだ。てか韓国寒いよね。行きたいけど3月まで我慢しとく。あとなんだっけ？あとなんだっけな。まあ、でも占いだからね、言うて。占いですから。あ、でもなんかね、相性が 70% でとか。長く続くかもと思う。って言ってたよ。で、相性 100% は良くないって言ってた。相性 100% は逆に、すぐ別れちゃうって。会いすぎちゃうとって言ってた。だから、相性っていうのは、だいたい60、70ぐらいがベストですよって言ってた。なんかおみくじで言う大吉じゃなくて末吉の方がいいみたいな。いや、別
別に我慢してないしね。え、違うの違うの、その人ほんとズバッと言ってたの。だってキャリカシに、いやこれはちょっと無理でしょみたいに言ってたもんね。キャリカシには言ってたよね、うん、で、あんまりマイナス的なことは言わないで。ちょっとマイナス的なことは私あんまり真に受けないタイプだから、いいことだけ、いいことだけ真に受けるタイプ。そうだよね、そんなことないでしょね。なんだかんだ続くって言ってた。なんか最初に、え、結婚はちょっとあれでしょうって言われたけど、ああなんだかんだ続くかするかもねって言ってた。占いが、今までてか今まで、やってきた中で、あの配信で占い結構やってきたじゃん、多分一番みんなが当たったって言ってたかもしれない。原宿の母はあれぼったくり、あんまそういうこと言っちゃいけないかじゃ、占い、原宿の母はもうあそこは世間話するとこだから、今日はあったかいですねみたいな美味しいもの食べてみたいな、でジュースもらってお菓子食べてみたいな、うん、で最後こうやってなんかこれやる、あ、こうだ、なんか腕でこうやってガチンコしてじゃあねみたいな。まさに70万金杯から返して言われて葬式なし、え、マジ、あ、そうなんだ、なんかあったのかな、なんかやらないってね、まおちゃんがしないっていうならしないみたいなツイートしてたね、金ちゃんね、わかんない、うん、そう、おばあちゃん家でまったりする時間。まあでも今日行ったところなんだっけ、今日行った占いなんだっけ名前、ゆずき先生ね、浅草のなんてとこだっけな、行った方がいいんじゃない、たまるゆうずき先生、一番、あ、そうそう、ゆきづき先生、そうそうそう、たまる、こう、そうそう、行ってみてください。44個必死てかさ、おかしくない？だからさ、ぶっちゃけ占いごときになんか占いでなんか言われてもうやめた方がいいかもとか言われるのめちゃくちゃキモいんだけど、めちゃくちゃ気持ち悪い、うん、ねえ、なんかねえ、別れたいって先生は言いたそうだったとか、そういいことだっけ、てか別にそれってねえ、別にじゃああなたたち別れますよって先生に言われたとしても私不安なんないし、言いたそうだったって別に言ってもないしさ、まあ、楽しかったでいいじゃん。あ、黒電話、皆さん黒電話お願いします。ちょっとねパニちゃんが上がってきました。緊急事態、緊急事態です。あ、夏菜ちゃんありがとう。私今日めっちゃ食べたんじゃない、朝ラーメン食べて、浅草メンチ、黒毛和牛おにぎり1個1300円の黒毛和牛おにぎり、あ、合わないとかみたいな、あ、ね、あとなんだっけ、あ、極上ちらし寿司、あと手巻き2本、あと醤油せんべい、